こんにちは、ボコダッチは韓国人バンド、ピアルチでーす。今週勉強したいと思った曲は、ヒゲダンのアポートーシスでーす。訪れるべき時が来た。もしその時は悲しまないで。これから勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いしますじゃあ基本的な説明です。名前はヒゲダンと言うんですけど、日本の4人のバンドです。事務所はラストラムミュージックエンターテインメントと、レイブルはポニーケニャンのアイロリです。ヒゲダンの他の曲もレビューしたことがあるんですけど、そこに来るとまた他の曲もあるので、一緒にまた来て遊んでください。この曲はヒゲダンの2番目のメジャーアルバムエディトリアルのリードトラックです。この曲のタイトルアポトシスはプログラム細胞死を意味します。例えば木の葉が紅葉して最後に枯れて離れて落ちていくのことを意味しますよね、うん、それで生きている全ての生物は結局死ぬことを意味して、藤原さんが29歳の誕生日になって、あと30代までは残されている年が1年になって、うん、自分の大切な人たちがいつまで元気にいてくれるだろうかを考えながらこの曲を制作したとコメントしました。それで今日の感染ポイントは、元投資を取った自分と自分の大切な人たちを考えながらこの曲を聴いたらもっといいと思います。じゃあ行きまーす。ぴょふー。영상미가처음부터난너무색감이너무마음에들더라고과거부터현재까지보여주는느낌딱이부분에서들으면신스가두대가있는게딱느껴지는게 L 이랑 R 이랑소리가딱다른피아노소리두대가딱느껴지게만들어줬더라희귀단그작업실보면요진짜비싼피아노엄청많아요와이게있다고이차한대값인데이게차한대값의그피아노들이막엄청많거든요되게그비싼거많이쓰지않았을까약간키보드소리가되게많이들리잖아요신사의소리이게1950년도에나온메트로놈이있어그태엽소리를여기다넣은거야진짜그러니까녹음장면을봤는데많은소리들을많이연구해서소리를많이만들었더라고그장면에서오토바이고치고있는그화면나오는것도되게센스있다고생각했어소리도지금나오고있는신디시사이저소리중에하나도작곡하는사람이면어이건봐오이비싼거를이차한대값들어가는거를이런느낌이야내가또메이킹필름을봤는데피아노랑피아노만그러니까신스말고피아노만두대를사용을했더라고그랜드랑업라이트랑사용했는데들어보면저음이많은쪽이업라이트쪽그걸많이녹음을했더라고그리고이런종소리가되게뭔가곡을성스럽게만들어줬는데 제목이랑너무잘어울리네요신디사이저를많이써서딱들으면답답할수도있는데진짜그종소리로많이이렇게리프레시해준것같아요안지시켜주고약간민트초코의민트같은이소리도되게신기하더라이런소리사운드를쓸생각을했을까딱1절까지지금딱1절까지가2분이넘어이긴프레이즈를노래를계속끌고간다라는게나는와사토상정말대단한것같아가볍지도않아엄청높은음이고다들호흡도공기도엄청많이들어가는소리고근데쉬지도않고바로2절바로쉬그니까요간주도없어 대단하다
라이브를 보고 싶다. 그러니까 지금 이 부분에 따다다다다다 하는 기타 브레이즈가 피아노로 만든 브레이즈라고. 맞아. 아, 그래? 맞아. 아, 그럼 기타로 치기 엄청 어렵겠네. 힘들었겠다. 거미손 됐겠네. 어, 막 이렇게 되잖아. 내가 그 인터뷰를 봤는데 사토상이 피아노 프레이즈를 만들어서 기타한 사람한테 준 거야. 근데 기타상이 그걸 듣고 이걸 어떻게 하나 해가지고 맞아, 맞아. 이제 방법을 계속 고민을 해서 했대. 근데 아, 그 소리가 네. 딱 그 소리였어. 맞아. 피아노로 짜면 이게 운지법이 완전 달라지니까. 그래서 기타를 피아노처럼 친 거야. 여기다 올려놓고 피아노 치듯이 음처럼 이렇게 어거스트러스처럼 이렇게 가는 거야. 이게 어려우니까요. 반복을 어느 정도 시켜주는 것 같아요. 완전 똑같이 반복시키는 느낌은 아닌데 멜로디가 워낙 자유분방하니까 한 번씩 이렇게 비슷하게 반복을 시켜주는 거죠. 맞아. 이게 1절, 2절이 다른 노래 같은데 같아. 그쵸? 약간 그런 느낌이 있어. 진짜 보고 있으면 막 되게 마음이 평화로워지는 것 같잖아. 나 이 영상 보면서 언제 저렇게 마스크 같은 거 안 하고 저렇게 행복하게 다 같이 웃으면서 막 놀 수 있을까 그런 날도 엄청 빨리 기다려지긴 해. 계속 저 남자 세 명에 여자 한 명 이 젊을 때랑 그래서 이제 나이 드신 분들 이렇게 비교해서 보여주면서 뭐 저렇게 나이 들어서 더분이 됐다는 아니겠지만은 계속 이렇게 모든 세대를 아우르는 그런 느낌을 계속 주는 것 같더라고요. 같이 섞여가지고 사토상이 보면 노래할 때 얼굴 근육을 많이 쓰시는 것 같아요. 녹음하는 장면도 봤는데 얼굴 근육을 엄청 많이 쓰시더라고. 아 메차 메즈라시나 사운드 모칸지떼 이런 데스케도 젠젠 오모아네 레나에오니 젠부 후미아와세타 호가 혼토니 스고 같다 또 오모이마스. 보크 야빠리 기타리스트다카라 기타를 고마카쿠 키쿤데스케도 코노 쿄쿠와 나카 야쿠와리가 카왔타 키가 시마스. 나 모토모토와 기타가 히테루 프레즈오 신세 토카 피아노가 히타리 피아노 노 프레즈오 기타가 히타리 티우 스루 카타치데 츠쿠타 쿄쿠 난데스케도 안마리 이아칸가 나이 티우 카타치데 츠쿠타 どんだけ悩んで曲を作ったのかなとすごいなと思いました。録音の時の映像を見たんですけど、ギターだけでも5台ぐらいに準備してて、ギターによってなんか音が全部違うだから、そんなに準備してて録音するとすごいなと思いました。この曲聞いてみると現代の曲と全然違う感じです。あんまりパピュラー的なことを意識してないって感じです。サビのメロは1回しか聴かなかったら全然記憶に残らないし、サウンドとかも聴きやすいサウンドでは正直ないし、なんかもうちょっとアーティストに近づいたっていうふうに感じられました。やっぱ一曲を만드는법칙들을거의지키지않고있어요뭐일본곡에서많이나오는종을넣는다밖에지킨게없어요 일본의히트곡법칙을전혀신경을안썼다는거죠의식을안했다는거죠하지만히트곡이그쵸되겠죠 자기도이걸역작이라고표현하더라고요스스로자기생일때부터이곡에대해서생각을해서그렇게역작을낼수있어서기쁘다고표현하더라고요아니드럼치는데드럼위에다가그왜이렇게쇠사슬같은거있잖아야광쇠사슬같은거플라스틱으로된거그걸스네어위에올린다음에연주를하더라고그런소리까지막다연구해서만들더라고되게거슬릴텐데연주할때대단하다난이거보니까좋아음악할때평범하게만들긴쉬워요왜냐면참고자료가너무많거든요유튜브에근데이렇게독창적으로만들기에는참고할게없으니까너무힘들어요이거를이렇게까지만드는거역작이만든거같아요どうでしたか？
그러니까 이런 나 오지상たち も出て、子たちのメンバーたちがおじさんになったらどう姿になるか、ちょっと考えたんですけど、直接に確認したくて、おじさんになるまで一緒に行きたいも思ったし、大切な人たちを考えながら見てて、なんか後で練習終わったら家族に電話しようと思いました。 これ見て早くマスクが外せる時が来たらいいなと思いました。曲聴くと歌詞聴くの人もいるんだし、メロディが一番聴くの人もいるんだし、ギタリストだったらギターの音が初めて聞こえる人もいると思うんですけど、今回なんかヒゲダンの曲聴いたら全部ベストが混ざった感じで、本当にかっこよかったんです。本当に自分がやりたい話題で作りたい話題で作った感じが羨ましかったですね。そういう能力もそれができる環境も、ヒゲダンだからできることじゃないかなと。 思いました。僕は今までなんか俳優として、ダンサーとして、バンドとして、いろんな活動しながら会った人たちが、ちなみに僕はバイククラブとか映像のスタディクラブとか、なんかサーフィングクラブとか会ってもらったインスピレーションが全部僕を作っていったと思うんですけれど、これ見ながら、ああ今の縁もなんか未来の縁ももっと大事にしようと思う時間になりました。 今見てくださっているもう登録者とか応援してくださっているファンの皆さんとかをもっとありがたいし大事にしようと思う時間になりました。だから登録しなかった人は登録といいねとアラームセットよろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。訪れる時が来た。